横手川は、秋田県横手市、三里町及び、大仙市を流れる尾物川水系の一級河川である。秋田県横手市山内三又を水源とし、南郷、伊加田平野沢地区を、秋田県道40号横手東なる瀬線にほぼ、並行する形でおり、愛野野地区で、黒沢川と合流し、以降は、国道107号や JR 北上線に沿って、土淵、 大沢地区を流れる。さらに、横手市の中心市街地から横手盆地内を下る。なお、横手川は、秋田県道267号金沢、吉田柳田線付近により下流では、横手市と三里町との境界線、さらに下流では、大仙市と三里町との境界線となっている。大仙市角間川、藤木地区付近で、小物川に合流する。水源から河口に至るまで、 ほぼ北北西北西方向に流れている。横手市の市街地とその周辺では、横手川が大きく蛇行し、川幅が狭い上に十分な治水対策が取られていなかった。そのため1965年をはじめ、再三にわたり、洪水の被害に見舞われている。このため、秋田県では、広域河川改修事業を行っている。また、黒沢川支流の松川には、 洪水防止などの目的から大松川ダムが作られ、1999年に完成した。山と川のある町横手の象徴として、別名、旭川とも呼ばれ、また春には、堤防の桜並木、夏は、先行花火大会や、送り盆祭りの会場として、さらに冬には、白鳥が飛来し、市民に親しまれている。なお、秋田市を流れる、同じ大物川水系の支流に、 正式名称を旭川という川がある。ありがとうございます。